田村市にあるデンソー福島です。今日は内堀知事や水素を作る装置を開発したトヨタ自動車の関係者らが出席して、地産地消の水素を活用したものづくりがお披露目されました。ここではラジエーターを製造する過程で使う高温の炉を燃焼させるのに工場内で作った水素を活用していますが、燃焼温度の高さゆえ発生してしまう窒素酸化物をいかに抑えるかがポイントになりました。また太陽光など再生可能エネルギーの活用や徹底した省エネで温室効果ガスの排出量をゼロにするカーボンニュートラルを実現しています。我々の活動が一つのモデルになって、でこの水素を使ったカーボンニュートラルへの取り組みが、広がっていけばいいなと